出てくんなよ。今やられやな。俺のリップ触んなよ。俺今伊藤は普通に言ってるけど、これ3500円するの。最悪や。これ最今年最後のラジオこれ。西野です。ナナルです。さあ始まりました。よろちきラジオ。はい、ということで18回ということですね。18回目か。はい、ということで今日はですね、この向かい合っての感じなんですけど。最近は、やっぱ M1 ありましたけど、ちゃんと話しましょうか。ね、すごかったね、M1。前回ニューヨークさんをね、ゲストに呼んだんですけども、うん、なんか、ごちゃごちゃとなったんで、いやー、仕方ない。ちょっと、すごかったですね、M1。いや、すごすぎ。おもろすぎ、やっぱ。ミルクボーイさんさ、やっぱ前も、その、ラジオでさ、言ってたけど、祇園花月で会った時にさ、戸惑ってはったん、決勝行ったことに、いや、いつ行くねん、俺らみたいな。いや、なんか、そうやな、戸惑っていうか、もう、なんで今なみたいな。そうそうそう。なんで今追い風、12年目で追い風吹いとんねんみたいな。ずーっとあの形やり続けて、なんで今、今年行くねんみたいな。いや、言ってたけど、でも、やけど、あちゃんと聞いたらめっちゃ頑張ったんだよ。いや、そう、それびっくりした、俺。だから、何が変わってみたいなこと、本人らは言ってはったけど、やっぱ今年は先輩らのご飯も断ったりして、もうずっとネタ合わせしてたみたいな。いやそれをさ、やっぱ後から知って、いやそれは吹くよって思ったな、こういう感じで。めちゃめちゃすごい。すごい。ごめんなさい、すいません。ひょっこりはんがマジでひょっこり出てきた。ごめんな、ラジオっぽい。あ、全然いいよ。洗って洗って。みんなで洗うやから。ひょっこり出てくんなよ。すいません。出てくんなよ、こって。ええねん、お前。一生懸命、髪洗っとんのよ。出てくんなよ。洗って洗って。俺のリュック触んなよ。マジで怖いな。普通におとなしで出てきたら怖いな。確かに。怖いじゃん。普通にしてて。はい、すみません。いやー、だからさ、もう、すごかったよ、ね。すごかった。ほんまにおもろい。あれ？ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。何これ？ハッピーバースデーディアナナルさん。あー、オッケー。ハッピーバースデー。Hey, do you? あれもしかして伊藤が仕込んだこれはケーキです。もしかしてナダルは12月23日誕生日やからはいサプライズはいマジでってことですかはいわでもひょっこりはん来たりぐっちゃぐちゃぐちゃぐちゃなのよ。ほんでどういうことなんこれは。もう計画してたんや。はい、俺も知らんかったんけど。まあ、じゃあ、半服だけ行くわ、うん。ありがとう。はい。おめでとう、ありがとうございます。いや、こっちの私服のひょっこりなんだから。横切んなよ。ありがとう、ごめんな。ありがとうございます。あらー、おめでとうございます。誕生日。ありがとう。35歳。ですね。野原ひろしと同じ年齢かな。そうだね。多分そうですよ。いやー、ちょっと待って。いやー、この、なんか、伊藤、これはしたかったんや。はい。なんか、いつもと違って、ラジオしようって言ってさ、コメントとか読んでいくやん。急にさ、急に伊藤がコメントとかも読まへんし、もう絶対なんかあんねやろなってちょっと思ってたんやけど。いなかったしな、この人。いつも絶対おんのに。なんか怪しいなって。ほんでさ、12月23日が誕生日。多分これ、投稿日さ、これ、12月、年末とか。いやいや、まあまあまあ。そうやけど、まあ、1日、昨日やったらな、ほんまは。まあまあまあ。おめでとう。どうしてもやりたかったです。ありがとう。やりたかったんや。そうです、どうしてもしたかったです。うん、ほんでほんで、ほんで、あの。で、これ、いや、フォークがあるんで、一口。あ、そうか、そう。これ、いや、これ何か書いてるわけじゃないですけど。まあ、そうよ。うん。ちょっと、これ。おめでとう。おめでとうございます。いただきまーす。あ。うわぁ。美味しそうやん、別に。めっちゃ、ほんで、ちょっとその、俺し、今、伊藤は普通に言ってたけど、これ3500円すんの。え？ねえ、お前。3500円すんの？か、いただきます。しかも15分並びましたから。ん？めっちゃうまいやもんね。そう！やっぱ。俺もちょっと食べたいな。いいよ。あ、普通に、あ、いや、今日もちょっと食べや。はい。ちょっとだけもらっていい？ちょ、なんやねん、これ。普通にうまいやんか、お前。ちょ、待って、これ。うまい！うわっ！めっちゃうまいよ。
うまっ、なにこれ、どこの、渋谷の駅地下で買ったんですけど、うん、汚っ汚っ、マジで待って、ダブ、ダブよ、メリーなんなん、なんなん、どうしたいか分からへんねん、もうただうまくてさ、俺どうしたらええねん、マジで、これただうまいケーキ忘れてさ、何もない感じやんけ、お前ずっと、いや俺どうしたいって、マジで、いや俺も知らんけど、いや、ただ本当に祝いたくて、ただ頼むわマジで、俺これほんまにこんな美味しいケーキ忘れても3500円でさ、あ、意味わからんな、意味わからへんでもなって、いや、ただただ本当にホームビデオがしたかったで、サプライズで終わる、ほんまに俺ら、いや、お前、いや嬉しい、嬉しいねんけど、お前これお前 YouTube やってるとこれされてもさ、俺どうしたいのか分からへんからさ、いや、すいません、失礼しました、美味しい、美味しいよ、ほんま、なんかさ、細工あんのかなとか、まずいとかさ、なんかその、爆発するとか、なんか、なんか、おそろそろ食べて、ただうまいただただうまいよ、本当に美味しかった汚い、これちょっと、はい、ということで、今の話してたのに、いや、ほんまに、また今度改めてね、そうしましょう、ほんと、今、ケーキこれ次回します、18回ケーキを食う一応最短で終わりましたけど、はい、また見てください、はい、さよなら、これもう今年最後ですかね、多分、はい、最悪や、これ最、この年最後のラジオ、これわかんねえ、ほんまに食べただけ、食べただけですよ、ほんまに、いやだからね、まあ美味しかったですけどだからラジオはそんな甘くないってことですかね、ほんとにもうどうなんだと思いますか、はい、ということで、はい、ありが